はい、こんにちは。明治大学の、3倍角の公式を利用して、まあ、この三次方程式を、コサインを用いた答えにしてみると。まあ、要するに、因数定理を使った綺麗な整数解が出るとか、そういう話じゃないですよと。で、まあ、実際の問題には3倍角の公式も与えられていたんですけども、3倍角の公式ぐらいはさすがに私も覚えちゃってるんですけども、例えば4倍角とか5倍角は覚えてますかっていうと、私は覚えてないです。で、じゃあ、もしもその場で出さなきゃ、5倍角の公式利用した問題って何回か見たことあるんで、4倍角、5倍角、その場で出すときに、まあもちろん加法定理を使えば出せますけども、まあ3倍角にしたって、コサイン3シーターを、2シーター足す、シーターで、倍角と、まあ普通のとで、加法定理使えば出せるんですけども、ルームアブルを使ってあげて、で、まあ、あと4倍角や5倍角だったら、パスカルの三角形と併用してあげると、まあ、求めやすいですよと。まあ、例えば、コサイン3シーターを求めるのに、コサインシーター足す、アイサインシーターを3乗すれば、ルームアブルの定理で、コサイン3シーター足す、アイサイン3シーターになるんで、そうすると、これをごく普通に展開した時の実部がコサイン3シーター。虚部がサイン3セータになるよということで、これをごく普通に展開すれば、コサイン3乗セータで、次は3、これの2乗とこれ1個だから、i が残るんで、虚部になるから、じゃあ i、括弧、3コス2乗セータ、サインセータ。で、次は、これ1個とこれ2乗だから、2乗すると i の2乗でマイナスになって、で、係数が3くっつくんで、マイナス3、コサインセーター、サイン2乗セーターと。で、これでもう、これを、ここの部分を1引く、コス2乗セーターにしてあげれば、3倍角の公式出来上がりと。で、最後これが3乗すると、i の3乗は、i の2乗と i だから、マイナス i。ということは、マイナス、サイン、3乗セーターと。に i がくっついて i と。ということで、やっぱりここの部分を1引くサイン2乗θにしてあげれば、サイン3θの3倍角の公式の出来上がりというふうに、ドゥーマーブルを使うと、まあ、このようにいっぺんに両方出せるし、まあもちろん片方だけでよければもう、パスカルの三角形をちょっと書いてあげれば、まあじゃあ例えば4倍角や5倍角が必要な時には、こうパスカルの三角形を書いてあげて、1、5、10、10、5、1。で、5倍角、コサイン5セータ知りたいと。としたら、ここが、実部は1項期なんで、この3つ、この3つだけ。で、コサイン、これは5乗。で、ここはコサインが5乗、4乗、3乗と、サインが2乗で、i が2乗されるから、マイナス10、これと。で、ここは、コサインが1乗で、サインが4乗だから、サインが4、i は4乗すればプラスになるから、プラス5、これと。ということで、あとはまあ、この辺をコサインに直してあげれば、5倍角が出来上がりっていうふうに、まあ、パスカルの三角形と、ドゥーマーブルを併用すると、まあ、4倍角や5倍角も、まあ、楽にその場で出せますという話です。まあ、ただ、ここでは、3倍角で、3倍角はさすがに覚えちゃってます、私も。なんで、まあ、実際覚えるべきでしょうと。コサイン3シーターは4コス3乗シーター引く3コサインシーターと。で、これをうまく利用してこの方程式を解けと言われてるんで、まあじゃあなんかこれが3乗になってここに相当して、これがここに相当してって言うんですけど、とりあえずこれ自体を全体として立方数にしたければ、コス3乗は立方ですけど、4は立方数じゃないと。じゃ、とりあえずこれを立方数にしたければ、両辺2倍してあげて、じゃあちょっと入れ替えつつ2倍すると、8コス3乗シーターマイナス6コスシーターイコール2コス3シーターと。じゃあここで、これで、まあ、8は2の3乗なんで、2コスシーターを x とすれば、これでちょうど、x の3乗がこれと。で、これの3倍のマイナス。で、うまくここまで合ってると。じゃあ、移行してマイナス2
コサイン3シーターが0っていう式ができて、じゃあこの部分がうまくマイナス1になれば結局これが x の答えで、コス使っていいんだったらこのシーターを決めればもう方程式解けたということになって、じゃあコス3シーターが2分の1になればいいと。コス3シーターが2分の1になるのは、まあもちろん2分の1は60度か、まあもちろんマイナス60度、まあ300度でもいいですよね。マイナス60度、300度。じゃあ3シーターは60度、300度ですよね。で、まあもちろん3次方程式なんで解は3つ。じゃあもちろんぐるっと回ってさらに1周プラス60度だから420度。で、まあまださらに、660度。と、まあ、まだまだありますけども、同じ値になっちゃうんですよ、だんだん。まあじゃあ実際やってみると、シーターは20度。まあ3で割ればいいんで、100度。まあこの辺は値違いますよね。で、420÷3 で140度。まあこの辺は全部値違うと。で、まあ実際の問題はまあ、180度以下でって書いてあったんで、まあこの3つが答えでいいんですけども、じゃあ、660度はダメなのかっていうと、660度は220度になって、220度っていうのは、180度から40度いったところですよね。180から40度。そうすると180度から40度戻ったのと同じ値。180から40度戻ったらこれですよね。だからこれとこれって、コス140もコス220も値としては同じなんで、まあ結局同じ解ですよってことは、まあこいつら、この先はもう全部、同じものが出てくるはずです。ということで、まあ、実際の問題には180度以下でっていう指定があったんで、この3つ。まあ、もちろん、今ここでは180度以下って書かなかったんで、こういう答え、2コス220度とかでももちろん OK です。ということで、まあ、答えとしては、2コス20、100、140が答え。で、まあ、もちろんこういうのでも、特に今ここでは180以下っていう指示してなかったんで、まあ、220度とかでも OK です。ということになります。じゃあ、以上です。ありがとうございました。